おはようございます。横手ホッププロジェクトの首藤と申します。お時間いただいてありがとうございます。横手市はホップの希少な生産地として、一大生産地として約50年の歴史を持っております。国産ホップ今大変希少なんですけれども、そのうちの 30% が横手で生産されているという、そういう状況でございます。でそんな中で、しかしながらですね、農家の高齢化、それから担い手不足により今生産量がこの10年で半減しているという状況でございます。農家も34件になってしまっております。でそういった状況を知って、我々民間企業が声掛け人となって、この横手のホップを守っていこう、そしてさらに地域の宝としてもう一度次世代に引き継いでいこうということで、今横手ホッププロジェクトというのを横手市さんとホップ農業協同組合さん、そしてキリンさん、そして我々民間企業、その4社でホッププロジェクトという形で同じテーブルについて引き継いでいくというプロジェクトをしております。で今回その横手産ホップを通じてたくさんの方々にクラフトビールを通じて横手を知っていただきたい、それからひいてはホップ農家の課題なども知っていただいて、横手の取り組みを、地域活性の取り組みにつなげたいということが一つ目の目的。もう一つは今コロナで県内のブリュワリーさんも大変苦しい状況にあるというお話を聞きましたので、横手産ホップを使ったいぶきという商品ですが、この横手産ホップを使ったクラフトブリュワリーを4蔵さんに同時に作っていただきまして発売するということを予定しております。発売日はお手元にありますが7月17日となっております。このビールですが、こちらにありますが県内ブリュワリーさん、そして秋田公立美術大学の学生さんにラベルを作っていただきまして、3社のコラボ企画ということで、これまで直接お会いすることができなかったのでオンライン会議を通じて3ヶ月作り込みをしまして7月に発売予定となっております。7月17日はホップ畑にてこの商品の完成お披露目会を行いますので、ぜひいらしてください。当日はホップ農家、そして地元のブリュワリー、そして我々ホッププロジェクトのメンバーも畑に集いまして、このビールをホップ畑の中で皆さんにお披露目したいなというふうに考えております。ぜひ取材の方よろしくお願いいたします。